動画をご覧いただいてありがとうございます。韓国負債激増なのにまだまだ財政投入積極的な理由というテーマで今日はお送りしていきたいと思います。韓国のですね負債が、激増してますね。なのに、まあ、なぜだか、韓国はですね国の財政は健全だというふうに思い込んでいます。まあ、なので、まあ、景気よくですね財政投入をまあどんどんしようとしているという状況ですね。まあコロナの状況もありますので今のタイミングで財政投入というのはどうしてもやむを得ないところはあると思いますが、問題なのはですね、国の財政が健全だというふうに思い込んでいるところかなというふうに思います。これはですね、まあ、どうしてなんですかねというところなんですが、答えは簡単で、まあ、国の状況がですね全く見えていないようですね。もしかしたら自分たちが借金をしているという感覚すらないのかもしれません。先日の動画でもですねお伝えした通り、韓国はまあコロナも収束し世界からも貿易体制で高く評価されていると。で、まあ、今後の経済の回復もですねもうかなり早い段階で期待できるというような、感覚でいるようですね。だから、日本との通貨スワップなんていらないという認識でいます。しかし実際の足元の負債はですね、気がつけば4540兆ウォンと、約400兆円にも上るとみられ、驚くことにですね、まあ、増えるスピードが、ね、世界で4番目に速いそうですね。今回は韓国がなぜ自分たちの財政が健全だと思っているのか、まあ、そのあたりの記事をですね、ご紹介したいと思います。記事は中央日報からになります。韓国は政府の財政健全性が世界的に良好な水準と評価されている。昨年末基準の韓国の国家債務は国内総生産 GDP 比 40% を下回ると。この比率が 200% を超える日本や 100% 前後の米国や欧州と比べてはるかに低い水準だと。このため韓国政府が積極的に財政を投入して景気を扶養し脆弱階層の福祉を大幅拡充すべきだという主張が出ていると。しかしこれは半分の真実というのが経済専門家の診断だと。政府の負債は比較的良好な状態だとしても家計と企業の負債まで考慮した総負債を見るとすでに警告灯がついた状態という指摘だ。特に新型コロナウイルス事態の中で家計と企業の活動が顕著に萎縮し家計と企業の負債の相当部分が政府の負債に転移するかもしれないという点で総負債管理の側面で接近すべきという分析が説得力を持つと。まあ、今のところ韓国のまあ負債国家負債というのは国内総生産比率で 40%、まあ、昨年末ですね今はもう40数%まで上がってきているということでしたが、まあ、日本に比べると全然まだマシと、アメリカと比べても全然マシという状況で、まあ、ここの部分だけを見るとですね、世界的に良好な水準だというふうに評価されているということを、まあ、そのまま鵜呑みにしちゃってるようですね。ただまあ、経済の専門家にしてみたら、この部分というのは半分だということで、家計であったり企業であったりもう中小企業は本当に厳しい状況になっちゃってますからね。それを受けて家計の方もかなり厳しいというところも含めるとですね、韓国の、負債というのはもっともっと膨れるということだと思います。はい、続いて見ていきたいと思います。国際決済銀行 BIS が最近出した2019年末基準の国別負債資料でもこうした点が明確に現れると。昨年末基準で政府、家計、企業の三大部門を合わせた韓国の総負債、金融機関は除くとは4540兆ウォン、約400兆円に上ると。部門別の負債規模を見ると非営利機関を含む政府が759兆ウォン、
家計が1827兆ウォン、企業が1954兆ウォン、うん、韓国の総負債は昨年の GDP の 237% というのが BIS の分析だと。 GDP 比の総負債比率は調査対象43カ国のうち22番目に高かったと。総負債が多い米国 254%、 欧州平均 262%、 中国 259% よりやや低い水準だと、うん、いうことで、まあ、韓国が認識している 40% 台というのはですね、もう見た目というか、そもそも母数が違っているということで、まあ、トータルで見ると、まあ、大して良くないということのようですね。韓国はそこ見てないみたいですね。はい。続いて見ていきたいと思います。さらに大きな問題は、総負債の増加ペースだと。韓国の総負債は昨年だけで290兆ウォン増えた。2018年末の GDP 比 224% から、昨年末には 237% に上昇したと。これはシンガポール、チリ、香港に次いで世界4番目に早いと。中国 9% ポイント、米国日本 5% ポイント、英国 1% ポイントなど、主要国と比較して増加幅がはるかに大きいと。孫テユン、遠征大経済学部教授は、韓国は家計、企業、政府を問わず、負債増加ペースがあまりにも早いのが問題とし、政府は全般的な負債リスク点検を徹底的にする必要があると述べたと、いうことですが、まあ、ここでも指摘されてますが、やっぱり増加ペースがめちゃめちゃ早いということですね。うん、ということは、まあ、これ昨年末時点での話ですから、今年に入ってですね、まあ、特に、今回のようにコロナで、財政投資をガンガンやっていればですね、当然負債は、さらに跳ね上がっているでしょうし、まあ、韓国が借金だと思っていない、アメリカの、為替スワップと言い張っているですね、通貨スワップと言い張っている為替スワップにしても、まあ、大きな借金ですからね、うん、この辺を含めるとどれだけ増えたのかというところが非常に気になるところであります。はい、続いて見ていきたいと思います。家計の負債、昨年1827兆ウォンで GDP 比 95% 超、償還能力は低下と。韓国は数年前まで政府、家計、企業、非金融を合わせた総負債の側面でも世界的に健全だという評価を受けていたと。2017年末の GDP に対する総負債比率は世界平均 244%、 韓国が 218% だったと。その差は26%ポイントだった。しかし2年が経過した2019年末には世界の比率が 243%、 韓国が 237% だったと。韓国の負債が急増しているということだと、うん、まあ、まさにですね、ムンジェイン政権が始まってから、ものすごい勢いで借金が増えているということのようですね、うん、すごいですねこれね。はい、続いて見ていきたいと思います。部門別には家計の負債が最も深刻な状況であることが分かったと。国際決済銀行 BIS の昨年集計した韓国の家計の負債は1827兆ウォンと GDP 比 95.5% だったと。 BIS 基準の家計負債は小規模な個人事業者など非営利団体を含むため、韓国銀行の統計1600兆ウォンに比べて大きくなると。 GDP に対する負債比率は世界43カ国のうち7番目に高いと。昨年だけでも 3.6 ポイント増加し、韓国より家計負債の増加ペースが早い国は香港、ノルウェー、中国だけだったと。さらに今年の新型コロナ事態がもたらした経済危機で家計の所得はさらに悪化している。このため家計の負債償還能力は低下しているということのようですね、うん、まあ、かなりやっぱり家計が厳しいと、まあ、その影響はですね、やっぱり、まあ、コロナもあるんでしょうけど、ムン政権が取り組んできた企業をですね苦しめる政策によって、まあ、結局失業者が増えたりとかですね、まあ、そういうところから、
家計の収入が減ってと、まあ、それでも、韓国の人は株を借金してでも買うというようなところがありますから、借金をして生計を立てていたという人もいるんじゃないでしょうかね。まあ、そういうのも含めて、まあ、ここにあるように償還能力が低下しているというのはやっぱり一番恐ろしいところですね。はい、続いて見ていきたいと思います。昨年の企業の負債、金融機関は除くは1954兆ウォン、GDP 比で 102.1% だったと。世界17番目で家計の負債よりは良好だった。しかし負債増加ペースは家計の負債に劣らなかった。負債比率は昨年 6.4% ポイント上昇し、世界で4番目に高かったと。韓国経済研究院のホン・ソイン・ソンイル経済政策チーム長は、民間部門の成長寄与度は2018年の 1.8% ポイントから昨年は 0.5% ポイントに落ち、新型コロナ事態以前にも経済の沈滞が深刻だったと。企業の利益創出能力が弱まって負債比率が上がり、財務構造が悪化していると診断した。このため大企業も格下げ圧力を受けていると、ということで、まあ企業もですね、借金がかなり増えていると。まあこの辺も結構ムンジェイン政権が影響あるんじゃないですかね。結局借金を返す力というかですね、利益を出す力が落ちる。まあ当然、社員のですね、給料を上げるというような政策を無理にしましたから、まあ、その辺で、企業の財務力というのは非常に落ちたんでしょうね。それに輪をかけて、まあ、不景気であったり、まあ、日本の不買あったりですね。まあ、で今回の、コロナで、ダメ、まあ、もう最後のとどめを刺された感じなのかもしれません。はい、続いて見ていきたいと思います。昨年の政府の負債759兆ウォンは GDP 比で 39.6% と世界平均 87% と比べるとかなり低いが、安心できる状況ではないとの指摘が出ていると。増加ペースが世界最上位圏であるからだと。 GDP に対する負債の比率は昨年 2.8% ポイント上昇し、世界で6番目に上昇幅が大きかった。昨年政府が財政支出を 11.7% も増やしたからだと。これは54兆4000億ウォンという過去最大規模の財政赤字につながったというふうに記事は伝えています。まあこれあくまでもですね、昨年の末の時点のお話ですので、今年に入ってですね、まあ、韓国の財政支出というのがですね、かなり加速度的に増えていますから、まあ、この辺の数字もですね、かなり大きく伸びているんじゃないかなというふうに思います。でなおかつ、まあ、中小企業をはじめ、まあ、大企業もですね、非常に企業経営が厳しい状況ということですから、まあ、この辺はですね、まあ、韓国は、政府の負債で見ると世界水準よりもはるかにいい数字だというふうに認識しているようですが、まあそれを、どこまで、まあ何て言うんですかね、踏まえて、今後の政策に生かしていけるかというところが、まあ、大きなポイントになるかなと思いますが、もしかしたらこのまま企業をぶっ潰してですね、国有化するというようなところも視野に入れているのかもしれません。まあそうなればですね、一気に石化の道も加速できるというところも、まあちらほら見えてしまっているのかもしれないですね。はい。ということで、今日は韓国の、まあ国の負債ですね、これが激増と。なのに、韓国としては、国の財政は健全だというふうに認識しているというような記事をお伝えしてきました。皆さんはいかが思われたでしょうか。はい。ということで、今日の動画はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、皆さんのご意見、コメントもどしどしお待ちしております。ベルのマークのクリックもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。